2024年上半期の販売台数は月販目標の3割に。マツダの次世代を担うラージ商品群の第一弾として、2022年9月に発売された CX60。国産車離れした堂々たるボディと上質な内装。バラエティ豊かなパワートレインが魅力の SUV ですが、 販売台数という点ではかなり苦戦しているのが実情のようです。自動車販売協会連合会による2024年1から6月の新車販売台数ランキングを見ると CX60 は乗用車全体の50位という結果となっています。その販売台数は3516台とマツダロードスターは愚か。 トヨタジャパンタクシーにさえ及びません。CX60 の発売当時、月間目標販売台数が2000台とアナウンスされていたことを考えると、この数字はあまりにも寂しいものとなっています。では、なぜ CX60 はこれほどまでに苦戦を強いられているのでしょうかあるマツダ販売店関係者は、 次のように話します。CX60 が想定より売れていない直接的な要因として、1890mm というワイドな全幅があると考えています。CX60 のスタイリングをご評価いただくお客様は少なくありませんが、実際に所有するとなると、 取り回しや駐車ススペーがが問題になるといいう声が多いのも事実ですまた大柄なボディを持つ CX60 ですが乗車定員は5名と CX5 と変わりませんであるならば CX5 の方が実用性が高くコストパフォーマンスに優れると考えるお客様が多いようです実際 CX5 は登場からおよそ7年が経過しているにもかかわらず、依然として安定した販売台数、同じく2024年1から6月は34位8746台を記録しています。また、一時は CX60 と入れ替わりでモデル消滅という噂もあった CX5 は、 近いうちにフルモデルチェンジして、マツダ製ハイブリッドを採用ことが公式にアナウンスされています。そうなると、ますます CX60 が目立たない存在になってしまうかもしれません。乗り心地や変則の不具合など初期の不良も不審の原因。一方、ある業界関係者は、CX 60不調の要因は全幅だけではないと指摘します。満を持して登場した CX60 ですが、発売直後から不具合の報告が多発しており、数回のリコールが行われています。また、明確な不具合とは言えないものの、足回りの硬さやトランスミッションのぎくしゃく感に違和感を覚えたというユーザーも多く、 その完成度に対して疑問の声が少なくありませんでした。現在はかなり改善したようですが、注目度の高いモデルであっただけに。スタート時点でつまずいてしまったのが現在まで尾を引いていることは間違いありません。ただ、マツダとしては間もなく発売されるとみられる CX80 を本命と考えているようです。CX 80のワイド版である CX90 は2023年に北米市場に投入されて以降現地で高い人気を得ておりその仕上がりも十分以上のものと言われていますさらに CX8 の生産が終了した今マツダにとっては国内唯一の三列シート SUV となるため CX 5とは異なる価値をユーザーに提供することができそうです。逆に言えば CX80 も苦戦してしまうことになれば、マツダのラージ商品群の評価はさらに厳しいものとなります。そういう意味では、マツダの将来は CX80 にかかっていると言っても過言ではありません。イメージ挽回の切り札 CX 80は8月後半発売か。CX80 の日本発売について、マツダは具体的な日程を明らかにしてはいません。ただ、販売店関係者などからの情報を総合すると、2024年8月後半が X デーとなる可能性が高いようです。また、CX 80自体は2024年4月に欧州仕様が公開されており、日本仕様も基本的にはそれに準じるものと考えられます。欧州仕様の CX80 を見る限り、マツダの新たなフラッグシップ SUV としての十分な格を持っていることは疑う余地がなさそうです。一方、その全幅は CX、 60と同じ1 8 9 0ト、mm、ルとなっており、取り回しや駐車スペースの問題が再燃することは確実です。ただ、トヨタランドクルーザーやレクサス RX など、全幅が1 8 9 0ト、mm、ルを超えているにもかかわらず、一定の販売台数を記録しているモデルもあります。CX80 が その全幅に起因するデメリット以上のメリットをユーザーにアピールできるかどうかが松田の未来を占うという意味でも非常に重要なポイントとなりそうです。